はい、どうもハゲチョビンでございます。はいはい、ハゲチョビンですよ。今日はですね、青森県北津軽郡鶴田町っていうのかなにあります鶴の前橋に来ております。はい、鶴の前橋ってね、ちょっと知らなかったんですけどもね、ネットでこう調べるとね、日本一長い木の橋なんだそうです。はい、そこに行ってみたいなと思っております。あっちの山はね、岩木山になると思いますね。これから歩いて鶴の前橋に行きたいなと思います。それからね、何か所かこう道の駅、確か3か所か4か所ぐらい道の駅回りたいなと思っておりますね。はい、青森とあと秋田の道の駅にこう回っていきたいなと思っております。それでは今日一日よろしくお願いします。はい、それではハゲチョビンチャンネル始まりますよ。よろしく、よろしく。おお、あれだね、鶴の前橋ね。あそこ木の木造橋ですね。あれを渡りたいなと思います。はいはい、青森はね、まあ、今の時期はね、4月の13日なんですけどもね、陸前高田は満開ですが、青森はまだ咲いておりません。桜を見ながらね、鶴の前橋を渡れば最高だったのかもしれないですけどもね。はい、ようこそ富士見湖パーク鶴の前橋だそうですね。来ましたよ。いよいよ持って鶴の前橋を渡ろうと思います。ああ、そういえばそうそう、こうやってね、工事をしてる。第1期、第2期、第3期、今年はここ終わったばりでございます。はい、それでね、この鶴の前橋はね、あの出川さんのね、あの充電させてくださいのゴール地点だったそうですね。はい、それで来たいなと思ってここに来たんですけどもね、来たくて来ました。はい、日本一長い木造の橋になりますね。はい、今から渡ってみたいなと思いますよ。はい、それではね、鶴の前橋渡ってみたいなと思いますね。はい、やっぱ第一期の工事終わっただけあってね、綺麗ですね。はい、木造の橋、日本一長い橋を渡っておりますよ。これ電気つぐんだべな。何その適当。はい、この木造の橋はね、青森県産のヒバの木だそうですね。700本ぐらい使って、樹齢150年の木を700本使ってるそうですね。はい。なんか古い方に来るとなんか揺れる感じがあるがな。斜めだもんな、斜めな。やっぱ工事したのとしてねえの違うよな。はい、最高の見晴らしでございますね。奥は岩木山、手前は富士見湖になりますね。いいもんだね、日本一長い木造の橋。よそ見してて、これおじんじゃねえべがね。お、危ねえ。
ここにもあるじゃん、鶴の舞橋観光施設に入ってちょっと見てみたいなと思いますね。はい、岩木山を見ながら、富士見湖を見ながら、日本一長い木造の橋を渡ってきましたよ。これでね、本当ね、桜が咲いてればね、最高だったんだなと思いますけどもね、まあそれは贅沢なのでね、我慢しましょう。次は道の駅に行きます。はい、道の駅森田に来ました。豊作待って、今なんて言った？森田、豊作、検索、検索が仕事かな、検索かもしれない。はい、道の駅浪岡に来ました。浪岡、おーい、いい感じです。はい、道の駅虹の子に来ましたけどもね、冬季閉鎖のような感じですね。冬の間は4月17日頃まで、ね、閉鎖のような感じになっていますね。残念ですがね、スタンプも押せないかもしれませんね。ダメなような感じがな、宇治の神さんがあそこにいるんですが、残念、スタンプ押せません。あそこにスタンプあるんですけどね、押せませんね。はい、道の駅小坂に来ました。こちらがね、道の駅で、こっちの方にね、滝があるみたいですね。はい、ちょっと道の駅を見ながら滝を見て行きたいなと思いますね。はい、逆にしないでね。小坂。おお、立派。はい、いかがだったでしょうかね。日本一長い木造の橋、鶴の舞橋、個人的にはね、日本一長い木造の橋を渡れて、非
分は最高でございました。どなたかのね参考になれば幸いかなと思っております。それでは次回の動画もよろしく。バイバイ。チャンネル登録グッドボタンお願いします。